先生、僕その時見られなかったんですけれども、はい、羽鳥慎一さんの「モーニングショー」に出られたということなんですけれどもどんなテーマで もうこれね鉄板ネタなんですけれども、はい、熟年離婚っていうテーマなんですよはい、はい、もうね2年前にも熟年離婚が2022年に過去最高って言った時にハ、はい、トルさんの番組もういち早くそれ取り上げてくれてもうあん時も本当に結構いい視聴率だったと後から聞いてますよ今回もいいんじゃないのかなちなみに今回はそのなんで急に熟年離婚がまた話題に上ったんだこれがびっくり仰天なことにはいはい、はい 朝日新聞の一面に8月のお盆の真っただ中に出たんですよ。だからこれがすごくて一面と三面に熟年離婚高止まりってなんかもうそれが2022年に過去最高つってすっごい話題になったんだけどあれからまた やっぱり熟年離婚は減ってはいない、じわじわ増えてるっていうところで。新聞社が、一面で取り上げたんですよ。でそこに、一面に取り上げたこのぐらいの大きさの。三分の一、はい、N. P. O. 日本家族問題相談連盟理事長の岡野敦子さんがこう言ってるみたいな。もうなんかもう、本当私買いに行っちゃいましたよ。<laughs> コンビニに。にね<え>。動画に。はい。ね、もう本当ちょっと皆さんね、これね、見てください。<laughs> はい。 でもそんなわけで熟年離婚っていうのが今話題になってるんだけども離婚の件数っていうのはもう本当にねちょっと減ってるの。なぜ減ってるかっ,て言ったら結婚件数が減ってるから結婚件数に対する割合だからどうしても結婚件数が減ってると離婚件数も減っちゃうのね。でもも正直言って熟年離婚婚はもう全体のの結婚件数の 4分の1ほどが熟年離婚しててるよよってところで結構多いわけよだってさ実は昔は昭和のね真ん中辺ぐらいまでかな、まあ、そんな時に熟年離婚なんてするぐらいだったら夫が死ぬのを待ってた方が、まあ、お金ももらえるし財産もらえるしいいかなってところで夫の寿命を待ってるぐらいなところが多かったわけ。そししててずっと我慢し続けて、ね、もう今更 離婚なんてしてし経済不安に陥るよりはもうこのまま最後まで行っちゃおうっていう我慢した女の人とかが多かったわけよ。それがだよ今もう時代は変わりえなんでこれが増えたのかっていうことがまあテーマになってけんけんガクガクやってたんだけど岡野篤子は2つ理由があると思ってるわけ。まず1つは平均年齢が すごく上ががってて寿命が延びてきたわけ今年も男性が71歳女性が87歳みたいなねもうすごい平均年齢が男性も男性なりに長生きになってるわけもう女性なんてもう87歳ってねすごい平均年齢じゃないまだまだ私も生きられるって感じよそんな時代になってきてもう我慢するぐらいだったら もうう。リセットしようそして熟年ってさ結構さ財産がたまってるわけよ。貯金があります。保険があります。家のローンも終わりました。そして年金も専業主婦にはね、夫の年金から半分近くもらえるよみたいなのがあって割ともらえるお金が熟年はあるからだったら我慢するより離婚してお金もらって自由な生活を送ろうなんていう人が増えてるわけ。 これかなり総的ななり的質問になっちゃうんですけど<何>熟年ってあ定義あ熟年の定義はねまず結婚20年以上そして20年以上でもさ子供がちっちゃい場合とかもあるわけよ。子供が遅く生まれて、はい、え就学中とかっていう人もいるんだけど子供がある程度手が離れて、まあ、大学生とか、はい、もう卒業して就職したよとか二十、はい、歳以上ぐらいになってる、まあ、そういう定義だね。 人だと四十歳ぐらいでもう熟年離婚の定義に頭す。そうね、だから、二十歳で結婚して、四十になってます。子供二十歳になってますって言ったら、もう熟年離婚の例に入るよね。はい、そしてね、二つ目。二つ目はやっぱり女性が社会進出してきた時代だよっていうところで。正直言って、今まで女性は結婚したら、まあ専業主婦になっちゃって。 まあちょっとパートに出たり辞めたりみたいなのがあったんだけど今割と働き続ける人もいるしそれから結構フルタイムでパートに出る人もいて割とこう自負してきた私まだまだやれる働けるみたいなそういう自信が出てきただから例えば夫と離婚してもまだ私パートで働けるわとか何かできるわみたいなそういうやっぱり女性たちが自信を持ってきたね働くことにお金を生み出すことにそれは 男女平等社会だったりそれから女性が社会進出してきたっていうこういう時代に起きてきたことだから長生きの時代だったりそれから女性が社会進出してきて、まあ、自信を持ってきたっていうところのこの2つの原因で熟年離婚が案外増えてきた。そしてね 年金もね結構2007年2007年に年金分割っていうのが施行されて現実には2008年に主婦が半分夫からの年金の半分もらえるよっていうふうになってあの辺からちょっとずつちょっとずつ増えてきた。 だから年金の影響もあるなんかね本当にね今までとは全然違う女性がでもね男性は割とね考え方がまだ封建的な考えが残っててやっぱり稼いでる人が大事だとかそうやって「モラハラだなんだ」って言って、まあ、定年退職しても奥さんに同じ扱いをしてるから奥さんの我慢がブチ切れちゃうわけだから今熟年離婚もさっきね早くなったっていうか「ね40でもじゃあ離婚する人がいるんですね」って言ったぐらい今ね 熟年離婚が結構早くなってるわけ。なぜかっていうと役職定年とかっていうのがあってもう60になる前にガーンと役職から外されて給料がガーンと半分ぐらい下がっちゃう人がいるわけそしたらなんかもう我慢してんのもバカバカしいやんなって。役職定年を、 金、まあ、に離婚しようかっていう人たちも今増えてきてるから今はだから熟年離婚が前倒しに、ね、ななっててるるみたいいそうううふうに言われてるやっぱ熟年離婚って女性の方がやっぱり言い出す方が多いじゃないですか。うん、で男性はやっぱしたくないと思ってる人多いと思うんですけど、うん、でそのお盆の時期に朝日新聞に載るって、うん。 まあ、ある意味の問題定義っていうか、まあ、新聞読む男性の人がそうなんだと思った時、ねうん、それってもうそこまでになっちゃったら回避って難しいんですかそこからでもまだま挽回って全然挽回できてなぜ全然挽回できるかって言ったら、うん、今までがひどいからそしてたまりにたまってるからひどいのを撤回して今日からいい人になれば奥さんに対してそうするとまあ奥さんっていうのは今までがひどかった分え まあいい人になってくれたわやっと変わってくれたのねっていうところでまあ許してくれる人多いんですよ何もやっぱりこれから老後の不安がいっぱいある中で離婚は本当望んではいないから夫が手のひらを返したように優しくなったりいい人になったらそりゃ思いとどまっちゃう。 ああ女性ももももうう1う分1秒でで早く離婚したいいっっててわけでもなななことなんですそうなそのだから私も今回驚いて熟年離婚を回復するためにどういうことがありますかっていうところで前に YouTube でもいっぱいこれやったけど、はい、妻を大切に思ってまあ存在意義をちゃんと認めて感謝ねぎらいを伝えられること。 これとっても大事ななことなわけ。もうこれはもう今日からやってくださいっていう感じで言っといた。でそしてもう一つやっぱり離婚したらそれなりの財産をあげなきゃいけないんだけど今まだ離婚はしてません。だけども離婚を考えて、ね、半分もらおうと思ってる妻がいますっていうところにおいては少しでも妻に、ね、その長年の内助の功を まあ本当に感謝の意味も込めて貯金通帳から下ろしてまとまったお金100万単位で100万200万300万みたいな感じでこれを自由に使いなよとか言って渡してくれるともう奥さんすごくうちの夫がこうやって私を認めてくれたって言って熟年離婚が収まってるケースがあるんです。ただだ現現金金ででるよようななのののはダメよややっっぱりその上から目線で現金を俺がててんだじゃなくて本当に長年の ローをねぎらってありがとうって気持ちで。 これを私とととかから自由に使使いいななよとかって言うとね案外使わないんだよねね奥さん、ね、だって本当に、ね、夫の方が外へ出て稼いでお金を俺が稼いだんだって言うかもしれないけどその夫が働けるようにご飯を作ったり子供の世話をしたりっていうやっぱり内助の子をサポートがあってこそ働きに行けたっていうところをどっちがどれだけやったとか現金をどれだけ持ってきたかじゃなくてやっぱり夫婦はお互い支え合う。 ものみたいな私本当に大谷選手のね結婚会見の時に夫婦は支え合うものみたいなねあれはもうほんと感動だったねそれからほら角研斗と A くら奈々だっけ、はい、あそこだってさ夫婦はもうチームですみたいなねチームなんだよ本当にチームでなんかもらった退職金っていうところで分配するみたいなそういうなんか気持ちが欲しいね。浮気暴力借金もらはら 夫婦問題は離婚救急隊に相談夫婦問題カウンセラー無料セミナーも開催中詳しくは概要欄からまあそんなんで本当にね1時間近く専門家としていろいろね質問してもらって事例を挙げてますけれどもあそこに出てこない事例も山のように 本当にあるもう,うちほんと4万件ぐらいね相談してるんでもう事例はこと書かないんですけど今時はいろんな事例があってそうそう不賢病なんていうのもやってたし再現病ってのもやってたし盛りだだくさんだったねコロナって大きかった気がしますねコロナ以降も。 ありましたけど、ね、一寸先どうなるかわかんない<う>っていう思いと。そう。まあ、東日本大震災の時も、そうだったけど。やっぱりこの震災とか、コロナもそうだけど。生きるか、死ぬかっていう問題が。起こった時に、あ、結婚しようとか、あ、離婚しようとかっていうのが起きるわけよ。やっぱり一人では生きていけない、こんな時に一人で死ぬのは寂しい、だから結婚しようっていう人が。 すごく増えるしでもいやこんな人と我慢だとか仮面夫婦だとかしていても幸せじゃないよなと思ってだったらはっきり離婚して次の人生を幸せに生きたいなっていうのがこう私ににか本当にだって震災の時にお互い同じ時に「大丈夫?」って言ってあこれ運命だと思って。<laughs> 再婚決意したんだもん。私なんかまさに震災再婚だよね。でもうちに来てた人も、あの時に心配してくれなかったと。地震で私が怖くてたまらないのに、同じ家にいるのに、ね、私の心配してくれなかったって言って、うちに相談に来た人がいて、いやいや、もしかしたら、ご主人もそう思ってんじゃないのと。案外男の人が怖がるよって、ご主人の方が奥さんの心配どころじゃなくて自分がね、 震災怖いって地震怖いってやってるところになんか奥さんが見に来てくれなくてご主人の方ががっかりしてんじゃないの聞いてごらんっつったの「わ、はい、かりました」っつって本当にその奥さん聞いたのそしたら「ご主人本当に怖くて行けなかったんだ」って <laughs> 奥さんのところにそれでなんか離婚は思いとどまったよその夫婦はなんか笑い話みたいだけどそんなことがあった熟 <laughs> 年離婚っていうのは本当にいいのか悪いのかもよく言われるんだけども 私はやっぱり今日からでも夫だったらもらはらしてきた妻に感謝をねぎらいが伝えらんないっていう人はやっぱり一日も早くそれを伝えることでやっぱりどんなに口下手だろうが何だろうが分かり合えて最後までいけるっていうのは理想だよね。何もやっぱりそんな熟年になってからね強がり言って新しい人生って。 思ってもなかなかかか難しいから、それだったら今まで何の縁か分かんないけど我慢してきちゃったのかもしれないけどちょっと相手に変わってもらって変わってくれるならやり直しっていうのも大事なことなんじゃないかなと思うんだけど相変わらず、ね、働いたのは自分だから金は全部俺のものみたいな人だったらやっぱりそれは次の人生に行った方がいいねみたいな。 だからチャンスを与えた方がいいと思うの。相手がやっぱり自分のことを評価してくれる、大切に最後は思ってくれるっていうところをまあ、促して上手に、えそして変わってくれるんだったらまあ、そのままいた方がいいし、それでもなんか変わらないような人だったらまあ、それは離婚もありだよね。熟年離婚した女性っていうのはものすごく元気になっちゃうんだよね。そして熟年離婚をされた 男性はものすごく元気がなくなって早死にしちゃうっていうデータも出てるから今熟年離婚は今まで本当に女性が7,8割でものすごく多いんだけれどもやっぱり男性もいるのね男性もいるんだけどその人たちの理由はどういう理由かって言ったらまあ2つあって一つは 長年愛人がいてあと何年生きるかわからないところでもう奥さんは給料が減ったことによって不満タラタラだけれども愛人は大事にしてくれるっていうところで愛人に評価をして愛人を新しい妻にするっていうところで頑張って離婚する人もいれば。 あそうそう,そう,そうビートたけしケースねああいうケースもう奥さんにたけしだから全部あげちゃったけど普通は半分でいいからね奥さんにも法律で決められたお金をあげてそしてまあ次に行くみたいな人がまあまあ昔から多かったけど最近は次の彼女もいない浮気もしてない本当に真面目にやってきただけど逆に奥さんに評価されないもう ATM 貸されてお金だけ入れてくれれば亭主元気で。 ねもう留守がいいぐらいな勢いでそれでも昔の人はさ大事にしたところがあるけど最近の人は本当にご主人のことをないがしろにする人もできてきてそれは男女平等とか女性が社会進出してきて自信が出たがゆえにっていうのもあって子育てをする方が偉い家で切り盛りする方が働くよりも逆に偉いんだみたいな。働くっつっ,たってた すごい社長にでもなっていっぱい給料を入れてくれればいいけどただ9時から5時まで行って安い給料を持ってくるのは働くうちに入らないみたいな評価でそして男性を虐げてる人はやっぱりここでしっぺ返しを食らっちゃって男の人の方から熟年離婚を突きつけてるケースもあって最近うちではそれ多いよ。やっっぱりここれだけ働いいてて定年退職をもううじき迎え,る迎えましたっていうところに 逆にお疲れ様も本当によくやってくれましたね、みたいなねぎらいも何にもなく当たり前化されてるともうこんな人生で男の人の方がさっきも言ったように平均年齢が少ないんだからね、あと何年生きられるかわかんないこの人生でこんな妻に死んで自分の財産とかそういうのあげるのも嫌だみたいなバカバカしいみたいな そういういいい男性も増えてるたたくないみたいなだからやっぱりさこの年齢がいけばいくほど夫婦ってお互いへの労のねぎらいとか感謝とか思いやりとかそういう気持ちの部分の評価がないとやっぱりどっちも捨てられちゃうよね熟年離婚を突きつけられてる。でどっちも慌ててる突きつけられた方はまさかと思って。そう、先ほど男性が離婚を止めたい時には お金を逆はどんんなのがあるんですか女性が女性、ねうん、離婚をされたくない場合ね、はい、あのこれは本当に女性が離婚されたくない場合はなかなか難しいんだけれどもやっぱり手紙で伝えたり<ー>やっぱり言葉と態度で伝えなきゃいけないしやれることをやんないと「挨拶をするお帰りなさい」っていう。 それからご飯もちゃんと作って、別に買ってきたっていいんだよ。何でも出せばいいとか、自分たちの好きなものをなんかおまけに出すみたいじゃなくて、夫が喜ぶものを出すとか、夫が喜ぶように感謝を伝えるとか、そういうことに気配った人は離婚されない。でも黙ってちゃやっぱりそういう奥さんだって、もう誤解されちゃうよね。わかるんだよ、やっぱり感謝してるなとか、思いやり持ってくれてるなとか、 態度だけ一生懸命良くしても言葉がないと熟年はね、やっぱりどっちかじゃダメ。言葉だけでもダメだし、態度だけでもダメだし、言葉と態度両方伝えることで長年の誤解を解消できる。まあ私は熟年離婚はしない方がいいけれども、もう幸せじゃないと思うんだったら、まだまだ人生が長いんだから、熟年離婚もありだと思ってます。はい。 この番組でいいねと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますこれからも皆さんが興味深いテーマで番組を作っていきますのでよろしくお願いします